これはケビンが一人で背負う地獄であり、本物のジークフリートが最終的に収容される場所だ。彼はずっと聖魂空間の中から逃げようとしたが、彼は正しく覚醒できなくなった。その結果、空間の中で俺のような人格のかけらを落とすことしかできなくなった。そしてケビンは彼を自分のあらゆる罪が凝結する場所に封印することを選択したんだ。セシリア、キアナ、お前たちはなぜ俺に微笑むんだ。俺がお前たちを死なせてしまったのに。いいえ、ジークフリートさん、あなたの娘は生きてます。ここにいます。これは一方的な通信だ。向こうには伝わらないよ、デュランダル。そんなの分かってます。ただ自分にそう教えないと気が済みません。いつか彼に知ってもらいます。彼の人生の中にあった数多くの遺憾、そのうちの一つは運命による誤解に過ぎないということ。それは私がこの立ち位置から唯一彼に与えられる慰めかもしれません。俺はまたあの夢を見てしまったようだ。キアナ、名前を受け継いだ妹はお前をがっかりさせてないだろうな。こういう時は聞き手がいると思うことにしよう。小さい頃の俺は想像もしていなかった。まさかカスラナの地にこれほど深い呪いが隠されてるとは。聖魂による制限、この氷の地獄のような景色だが、何があっても俺は信じたい。俺たちは自分の意志で他人を助け、自分の意志で弱者を守り、自分の意志で文明を救ってると。本音を言うと、もしセシリアたちがまだ生きてるなら、今の俺は何の悔いもなくあらゆる運命を受け入れられるだろう。だがお前たちは本当のカスラナのように去っていった。俺と彼女だけを残して。だから俺はこうして自分を励ますしかなかった。希望がわずかだと知りながら、俺は絶対にここを出る。あの子のそばに戻って、俺は無事だって伝えないと。それが今の俺があの子に与えられる最大の慰めだ。どうやら俺も。
あなたは消えるんですか？そうみたいだ。俺たちにあった関わりもどんどん弱くなっていく。俺は本物の彼のところに戻り、お前ももうすぐ現実の世界に戻るだろう。俺は彼の代わりに何かを決めることはできないが、もしできることなら俺は家族としてお前の進む道を見守りたい。お前の人生が未来でどんな花を咲かせるのか見届け。何があっても必ずキアナさんと一緒にあなたを見つけ出します。私たちのお父さん。デュランダルです。どうぞ。デュランダル様。リタ、あなたですか？もちろんです。デュランダル様、大丈夫でしたか？何か危険なことでもありましたか？あ、大丈夫です。すみません、心配をかけましたね。いいえ、ご無事で何よりです。では現在の状況を報告してもよろしいでしょうか？お願いします。約束の律者の力？どうやら急いで戻らないといけなくなったようです。それはそうですが、タイミングも大事なのです。シュレーディンガー博士？久しぶりなのです、ビアンカさん。実は少し前からあなたたちに連絡しようとしていたのですが、リタさんがどうしてもあなたには内緒にしてほしいと言ったなのです。私に教えるとすぐにオットー主教にバレてしまうのではないかと心配だったのかもしれません。やっぱり互いに信頼し合うあなたたちの関係が羨ましいなのです。さて本題に入るなのです。オットーは今危険な約束の力を使っていて、戻る時はタイミングを見極める必要があるなのです。戻る途中であの力に攻撃されるのが心配だからですか？それも一つの理由ですが、もう一つはシュミケシを通して入手した情報によると、テレサ様はある特殊な方法を用いることにより約束の力に正面から対抗するおつもりのようです。それが神の鍵、制約の十字架の大霊帝閣出力です。テレサさんは律者の力を相殺させるつもりなんですか？その可能性はあります。ですからディランダル様が戻る途中、その二つの影響を受け危険な状況に陥るかもしれません。ですがこのままここに留まるわけにもいきません。私は恵まれてます。この虚数空間に閉じ込められましたが、そのおかげで新たな力を手に入れ、そして、あ、いえ、何でもありません。とにかくオットー主教に対する質問の続きを聞く
その責任が私にはあります。これは天命の一員としての責任です。それに今回彼は本気でこの世界を否定しようとしているのかもしれませんから。分かっています、デュランダル様。確かにそれは大事です。ですがシュレーディンガー博士の判断も信じてくださいませんか。何せ大主教様に対抗しているという角度から考えると、彼女の立場は私たちよりずっと断固としていると。リタの言う通りです。気が焦っていました。いいえ、お気持ちは理解できます。それにこういう状況だからこそデュランダル様にしかできないことをお願いしたいと思っております。セシリア、すみません、少し遅れました。